やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。11月に、皆さん一人一人に起こることとか注意すべきことっていうのをまた4択で占いたいと思います。はい、今日、衆院選でした。31日に撮っております。モームスの歌にあったじゃん。選挙の日って、うちじゃなぜか、投票行って外食するんだが、頭の中で流れ始めちゃって、あ、なんか私も外食したいと思って、投票みんなで行って、そのままみんなでラーメン食べてきました。はい。この辺言うの忘れた。基本的に1日1本か2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法動画概要欄と、あとツイッターに最新の、申し込み受付状況かが書いてあります。ぜひご覧になってお申し込みくださいませ。はい。行きましょうか。11月の運勢。久々にピリリとする妖怪カード。たまーにね、数ヶ月に一回、半年に一回ぐらいこれ、ピリッとするのもね、なかなか私はいいんじゃないかと思っておりまして、妖怪カード。結構ね、こう、痛いというか、あ、それ自分に言われると痛いわ、みたいな、こう、ピリリという、来ることを言ってくれるんだけど、注意すべきこととしてはね、とてもいいカードだと思うので、これ4枚選んで、あとタロットカードは、その時になって、シャッフルして選びます。なので、これだけ4枚選びますね。今日は日曜日なので、別の部屋から、うちの妖怪座敷わらしたちの声がしますけれども、キャッ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 と。はい。では、4枚選べましたので、今日はタロットカードはその時々に選びますね。これだけ選んでください。はい、左から1、2、3、4です。ネタバレコメントは書かないでね、この番号はこういう内容だったよとか、この番号は良かったよ、悪かったよとか、いうのは書かないでくださいね。はい。で、なんかこのカードだけ違って見えるとか、音がするとか、話しかけると返事してくれるとか、色が見えるとか、そういうとか、うん、なんか温度、温かみを感じるとか、なんかそういうのをいろいろ感じ取って選んでみてくださいませ。はい。はい、選べましたでしょうか。なんか、これさ、目がギロってしてるから選ぶのがちょっと怖いよね。その目力で選んでもいいよ。これだけすごい見てる気がするとか。選べました。私も選んだ。はい。ちなみに玉木は3にしようと思って。はい。じゃあちょっと1からいきますね。はい。では1からです。1にまずタロットカードも選んじゃいますね。はい、では、1です。あ、はんにゃいきなりほら、ピリッとするでしょ？ピリッとするんだよ、これ。でね、雲外境だって、伝承値は特になしだそうです。はい、どういう意味かと言いますと、外見を飾っていても、本性はいつか露呈するものです。長きにわたり人の目を欺くことはできないのですっていうカードだそうですよ。はい、人はみんな表の顔と裏の顔がありますね。で、その心の奥底まで詳しく明らかにしてしないで、明らかにしないでじゃないな、すべてもう全部考えてることを事細かに明らかにして生きてる人はなかなかいないですよね。でも本性と外面があまりにもかけ離れてる人っていうのは注意してくださいねっていうカードですね。外見をいかに飾り作ろうとしても騙されるのは人の目だけです。本性はいつか露呈するものなのです。あとこの鏡ですよ。鏡、ただの鏡と侮っておられるかもしれませんが、これこそが雲外境っていうものです。そこに映ったあなたの顔に角など生えておりませんかみたいな。もうピリッとしたことを言うんだよ、このカード。はい。雲外境というのはね、なんか一見すると普通の鏡なんだけど、しかしなんかその実態は妖怪とかのね、本当の姿を映し出す力を持つものだそうです。それが雲外境なんだって。ということで、そうね。
周りの人に対しても外面をこう取り繕って外見だけよく取り繕ってなの中身がこう伴わないとか中身と外が全く真逆な人とかに注意しましょうねっていうことも言ってるし、自分自身がそうならないようにも同時に注意しましょうねっていうカードですね。はい。はっ、ピリッとする。背筋がこうシャキッとしますね。はい。でも1ヶ月の運勢は非常にいいです。うん。この万能のやり方でやりました。はい。全体的なキーカードがインジャなので、ちょっとなんとなくこの暗さが似てるけどね。運外境のカードと。インジャは自分の内面と向き合うとか、内省するとか、反省するとか、自分はこれからどこに行くべきなのだろうか、こう、インジャっていうこの山のてっぺんまで来て、暗闇でこう、明かりをこう照らしながら、さあ、自分はどこ行くべきなのかってこう、じっくり考えてる、なんかね、仙人とか哲学者みたいな人なんですよ。なので、そうね、この1ヶ月は、なんかじっくり自分のこれから行く末、行く道、っていうのを考える1ヶ月になるかな。めちゃくちゃこうゆっくりじっくり考えてみてください。自然的に考えることになると思って、具体的に細かいとこと見ると、何か新しいことは始まるかもね。ワクワクする好奇心のある好奇心がこう芽生えるような、あっち行ってみようかな。この忍者の中にね、あっちに行ってみようかな。楽しいことが始まりそうだな。それ私初めて見て大丈夫かしらみたいなことについてじっくり考えたり、あとね、恋人と悪魔が並んだんだ。結婚してない人とかだったら恋愛するかもしれない。でも騙されないようにね、同時にみたいな。ほんと運外境でしょ、これ。なんか表と裏みたいな感じよ。似てるんだよね、悪魔のカードと恋人のカード。こうは楽しい。この人といると一緒にいると楽しいって思ってるけど、思っても本当は中身は騙そうとしてる人かもしれない。そういうところに気をつけてほしい。もしくはこう、恋愛の相手だけじゃなくてね、こう仕事の仲間であるとか、お友達であるとか、お付き合いのある人ね、と、仲良しとかね、なんかコミュニケーションが楽しいと同時に、なんか裏表のある人に注意してねっていう感じかな。うん、人に騙されたりはしないようにね。うん、そういう注意が含まれてる気がします。で、対策注意点、星なので、まあ目標は高く持ちましょうよ。なんか、いいんじゃでしょ？自分はどこへ行くべきかって考えるときに、子供たちが超うるさい。ごめんね。このカメラにどのくらい入ってるかわかんないけど、今、とりあえず私の耳には自分の声がかき消されるくらいうるさい。自分はどこに行くべきかこう考える。時の判断基準として高い、その目標は高いかしらっていう、すごい高いところにあるかしらっていうのは、高すぎてもあれだけどね、まあ程よい高さにあって、なんか頑張るのがいいかなって思いましたよ。はい、1番さんでした。頑張ってください。はい。では、2です。2のタロットカードをちょっと選びますね。あれ、私2って言ったっけ？ 3 って言った？ 3 だよね。玉木がどっちを選んだかっていうのを3って言ったよね。今は2です。2のカード。はい、ズバッと出ました。ああ、2も、2の方いいですね。で、妖怪カード。じゃん！ちょっと待って、これ何？謎の生き物が出たよ。これ、白鐸って読むんだって、白い沢って書いて白鐸。伝承地は東アジア全般だそうですよ。どういうカードかというと、知識と知恵は様々な形で身を助けてくれるものです。貪欲に何かを学ぶ気持ちを持ち続けましょうっていうカードですね。知識と知恵は生きていく上で必要なものだよと。知識は人から聞いたり、本で読むなどをすることによって得られます。知恵は身につけた知識を生かして何事かを判断したり、困難に対処するための力となりますね。はい。学び続けることによって知識を蓄えたり、常に自分の頭でこう考えて、これはどうすればこうなるかなってこう考えることによって知恵を身につける。そうすれば、いつの日にか困難にこう遭遇して困ったな
とか問題とかね、そういうのに遭遇した時にもそれを回避したり乗り越えたりするための方策が導き出せるはずだよとね。白卓のごとき豊富な知識を持つのは難しくとも、常に学び続き、より多くの知識と知恵を得ることを目指してみませんかって、2番さんに言ってますね。知恵と知識を身につけようって。白卓ってね、聖獣なんだって。中国の伝説に登場する聖獣で、牛の体に人面。お、牛の体に人面。9つの目と6本の角を持つという奇妙な姿ながら、なんか人の言葉を理解して、万物に精通し、なんかね、高徳な、なんか政治家とかが国を治めるときにその姿を世に表したと言われてるそうですよ。なるほど。はい。あ、なんか、妖怪カードピリッとしがちなんだけど、これはピリッとしなかったね。勉強しなさいっていう。いや、でもそれでもこう、あ、ピリッとしたわっていう方もいるかもしれないけど、勉強して、知識、知恵を身につけよう。自分の頭で考えられるように、そして問題をこう乗り越えられるようにしましょうねっていうカードですね。これ、牛だったでしょ？なんか、ちょっと似たような、似てはないか、ライオンが出たけどね。タロットカードは力のカードがキーカードで、あと細かいとこ死神の逆と世界の逆と、マジシャン。そうね。なんか、真ん中にさ、世界の逆があるから、何か11月は今までやってたこととかが中途半端に終わるかもしれないけど、終わる予感なのか、終わるか投げ出しちゃうかするかもしれないけど、でもそれでもいいんだと思う。それはそれでなんか途中で終わるものはあってよくて、なんかさらなる次の目標に向かって目標を立てて自分の力で力強く進んでいけるし、死神の逆も力の再生でしょ？なんか一回終わったものとか、古い悪いものを捨てた、古い悪いものを捨てて、また生まれ変わることもできるし、強い執念でね、マジシャン、アイデア感、ひらめきもとても冴えてるし、なんかこう、一つのことが中途半端なところで終わるとか、頓挫するとか、挫折するかもしれないけれど、また新たになんか始まるんじゃないかなって予感がする。そして力強く歩んでいきそうね。うん。じゃあ、その時に、それとともにお供として勉強というか、知恵とか知識もぜひつけてみてください。あと、対策注意点。正義。正義ね、対策。バランスと調和の女神様なんですけれど、ああ、求められるのはなんか判断力かな。判断力。なんか優柔不断にならない方がいいと思います。もう、なんかこれ、途中でもうやめるって思ったら、なんかダラダラしてないで、もうスパンって切るとか。うん。で、さっさと次に進むとか。なんか、スパッという判断力。迷いのない判断力みたいなもので、ぜひ突き進んでいってください、2番さん。はい、以上になります。はい、では3いきますよ、3。はい、ズバッと出ました。ズバッと出ましたって今日言ってたっけ？まあいいや、3。3、お、すごい、火の中にドクロがいます。古戦場の火。ほう、私3引いたんだよね。激しいの引いたなと思って。はい。古戦場の火。もう絵だけでピリッとするわ。伝承地は大阪だってよ。人と人とが争うことほど虚しいことはありません。慈しみ合うことを忘れずに平和な関係を築いていきましょうっていうカードだそうですよ。はい。歴史の中には必ずこう、戦がありますね。で、人は古来よりこう、戦とかね、戦いを繰り返してきました。でどのような大義名分があろうとも、そこでは多くの血が流され、多くの命が失われたんですよ、と、そうね。そのようにして、果てた人の魂は無念の思いを抱えたまま、鬼の火って何て言うんだろう、になって、なんかね、漂うんだって。うん。で、歴史とは繰り返されるもので、こう国と国とのね、戦い、戦争とかから、身近な人とのこう争いまで、争いが絶えない世の中では、ありますね。特にこのコロナ禍になってからとかね、いろいろありますわな。世の中分断されてとか、
で、所詮争いは恨みや悲しみしか生み出さないのです。で、そろそろ人と争うことの愚かさに気づきませんか？平和な毎日を心から望めば、いつかきっと穏やかな日々が訪れることでありましょう。っていうカードですね。はい。なんかね、遥かこう、この、なんだろう、戦国時代とかさ、なんか、昔の時代から後の時代に生きる私たちにできるのは、なんかさ、戦争とか戦いとか戦で亡くなった彼らの無念さに思いを馳せて、弔いの気持ちを忘れないこと、あとは人と人とが争うことの虚しさに気づくことだそうです。うん。なので、まずは周囲の人間関係を円満に保つよう、そうね、自分の周りからよね、なんか遠い他人との争いをどうにかっていうよりは、まずは半径5メートルってよく言う、半径1メートルか。半径1メートルね、まずは周囲の人間関係を円満に保つよう、ここを呪を開けるときっと、みんなが穏やかに過ごせるようになるはずだよっていうカードですね。はい。で、3番さん。全体的なキーカードは月の逆で、これはいいの。キーになるカードは、不安とか迷いとかが解消されて、自分の行くべき道はこっちだっていうのが分かりそうなのね。クリアになりそうなんだけれど、細かく見るとちょっとうっすら悪いかなっていう感じがするかな。うん、でもまあ全体的なキー、ここはね、ここの点数が高いから、そんなに悲観することはない。まあまあ注意してねくらいで。マジシャンの逆はこうコミュニケーション能力が難しいとか、勘とか、アイデアが冴えないみたいなカードなの。で、インジャの逆はちょっとね、うつうつとしたりネガティブ思考になったり、何でも悲観的に考えちゃうとか、暗い感じよね、暗く考えちゃいそう。あと女帝の逆は女性が引いたらこう女性ならではのわがままさとか傲慢さとかプライドが高いとかね、うん、そういうカードなんだけど、そうね、多分ね、この全体的なキーカードがいいから不安とか迷いがこうスカッと晴れて先が見えてとてもいいよって、点数としてはもう素晴らしくいいものであるから、そう、まあそうは言ってもなんかちょっとこう感が冴えないとかアイデアが冴えないとかちょっとネガティブに考えがちになっちゃうかも、あとはわがままさとかに気をつけてね、まあ、なんか古戦場の日になんとなくこのつながるような感じがあるけど、そうね、この対策注意点の正義も実はね、2の対策も正義だったんだけど、それはね、それとは読み方が違うと思う。この場合の対策注意点の正義は、周りとの調和バランスを保ちましょうって言ってる気がしますよ。運勢としてはいいです、1ヶ月。だけど、こまごまとこう、わがままさとかネガティブさとか、チラッチラッとこう、顔を出しちゃう時に、これを思い出そう。周りと縁、ね。周りの人を大事にして楽しく円満にできるように仲良くできるようにしよう。そうすると、この辺のネガティブなカードがスッてこう消えるかもしれない。はい。そんな感じですね。調和、円満。そんな感じで行きましょう。はい。では4番さん行きますよ。はい、ズバッと出ました。4番さん。お、死神、おお、死神両方出たね。でもこっちの死神は逆向きだけどね。死神がこう、キーなのね。死神、まんまですね。伝承地日本各地。悪いこともあれば、良いことも起こるのが人生です。辛いことがあっても、強い心で乗り切ってください。なんか、タロットの死神のカードとなんか似てるね。はい。何か辛いことがありましたか？ 4 番さん。もう尋ねてますよ、このカードが。面白くない毎日を過ごしておられますか？世を儚んでなど、いませんか？どうか気をつけてくださいね。どんなに苦しいことがあったとしても、命を捨ててしまおうなどと、頭の片隅ででも考えてはなりませんよ、と。そんな時には、心が弱るものです。弱った心には死神に付け入られる隙を与えてしまいますよ。人間万事左右が馬と申します。人のこう家福、うん、ね、災いとか福とかはね、全く予測はできないものです。苦しみの後にはいつか必ず
ね、幸せ、幸いが訪れると信じていきましょう。タロットの死神のこの逆と似てるね。一貫してるね、4番さんはね。もう絶対死んじゃダメよと。絶対もう死にたいとか考えないで。もうこういう時ね、玉木の過去動画の、なんか生きるのが辛くなってしまった方へのメッセージっていう動画があるので、ぜひご覧になってほしいんだけれど、生きてくださいね。大丈夫。生きてれば絶対、いつか絶対いいことあるから、玉木が約束します。はい。で、死神の逆。これ古い悪いものを捨てて生まれ変わるとかね。良いことがありますよ、11月。4番さん。ただ、今は、すごくすごく不安かもしれない。この先どうなるんだろう？私どこに行っちゃうんだろうみたいな漠然とした不安感とか、皇帝の逆。皇帝の逆なんだろうな、これ。なんかさ、お父さんとか旦那さんのわがままさ、傲慢さとも取れるし、なんかもう自分自身へのそれこそなんか消えちゃいたいみたいな、そういうのも、にも取れるし、なんかそういうのを取り巻く漠然としたこう不安感みたいなのに、取り憑かれちゃいそうだけど、でも大丈夫。あなたはちゃんと生まれ変わることができるし、強い精神力でちゃんとまた新たに再生できます。信じてください。で、それができれば、もうあとは最後まで人生行くのみですよ。完成させましょう。はい。対策終点釣り人。今は我慢。今が耐える時ですね。今一番大変かもしれない。今、本当に辛いきついと思っているかもしれないけれど、今この、我慢、忍耐、自己犠牲の時なんですよ。でもこの釣り人のカードっていつか報われるんですね。なので、絶対私報われてやるからなっていう強い信念のもと、生まれ変わってやるからなって思って、今はちょっとこらえて頑張ってくださいね。はい。4番さん応援しておりますよ。はい。はい。では、以上になりますが、いかがだったでしょうか？なんか、今回の妖怪カードはさ、みんな、全部ではないけど、優しかった気がする。ピリッとしてるっていうより、励ましたり、なんか背中を押したり、こう、優しい感じがしたな、みんな。うん。ね。まあ、気をつけてねっていうカードの中にあったけど、でも、いつも、なんかさ、4枚とも、手厳しいじゃなかったわ。今回はなんかね、愛情とか優しい妖怪もいたね。ということで、皆様、11月素晴らしい1ヶ月になりますように、頑張りましょう。じゃんけんきます。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。グーなので、パンの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。